はい、どうもソナです。ということで今回はベジ一家使って PVP やっていきたいと思います。なんでねベジ一家だっていうね説明はいらないと思うんですけど、もちろんねこの子防寒着ベジータ通称萌えベジが来たので、これでねついに待望のね HP 上げのキャラが来たということで、これでねどれだけベジ一家変わってくるのかっていうのを試していきたいと思います。で試し方なんですけど、ちょっと編成でちょっといろいろ悩んでて、例えば今ちょっとこれ前入れてるんですけど、この形ってね耐久をしてほしいキャラ、つまりはこの緑のねレレルのベジータと紫のベジータとトランクスと、こいつらねある程度受けてほしいなというキャラをがっつりね耐久2枚で上げれるっていうのがどれだけね今の環境を刺さるのかっていうのが一つ、これ耐久型ですね。でもう一つがバカ野郎、ここに入れてちょっとバランス型ですね。マベジがあくまで火力の元となるので、そこをねがっつり強化した上で全体的にねしっかり、これ実はねトランクスもスーパーサイヤ人でバカ野郎の浴びがかかるということで、全体にかかるねしっかりとした浴びというので、これがどれだけ強いかバランス型ですね。最後がこう萌えベジさん結局いらないんちゃうっていうねいうことを考えて、まあ今回はスーパー4、今までね、よく入れてる形で使ってる人多かったと思うんですけど、この形と、もう完全火力特化の今までの形。さあ、果たしてどれが一番ベジータに合ってるのかというのを試していきたいと思います。それでは早速試合の方移りますが、よければチャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、ということで対戦よろしくお願いします。今回もね、一応後付けで、実証動画なのでやってるのでご了承ください。で、一応ね、萌えベジ出すのかと思いきやね、出してないのは、別にね、ベジ一家全体の強さがね、どうなるかっていうのを実験したいと思ってるので、萌えベジがね、どれだけ強いかっていうのは、ちょっとね、また別な動画、または他のね、方のね、動画を参考にしていただけたらと思います。で、これね、お試しでね、トランクスね、わざとフリー属性なのにチェンジしてみたんですけど、見てください。ある程度ね、これバランス型でも結構耐えれるんですよね。なのでね、これ、まあ、改めてね、ちゃんとね、積んであげるっていうのはね、まあ、少しね、悪くはないのかなと、ここでは思っていますが、ね、後ほどね、全体投資の結果をね、説明しますので、そこも改めて見ていただけたらと思います。で、安定の、このマベジですね。特殊がいっぱいあるので、これはもうね、コンボをね、100% 取れるというね。これがね、本当にめちゃめちゃ強いんですよね。で、控えてるこのね、必殺の威力もね、バカみたいな火力出るんでね。で、とりあえず適当につなげていきますと。相手一応ね、青染めで、未来悟空入れた形。前に動画で紹介した形使用されてるんですけど、それでもね、しっかりやっぱね、入ってるんですよね。とりあえずここは繋げて繋げて、チェンジからの速圧入ってくれたので繋げていきますと。で、ここね、究極はね、全く必要なかったなって後から見て思いました。ということでね、これね、ミスプレイの一つですね。で、ことりあえず受けちゃうんですけど、相手そのままね、必殺来るんで、ここはもちろんね、マベジちゃんと受けますと。マベジもね、ある程度やっぱね、フリー属性でもね、最近全然受けれなかったんですけど、HP 上げがあると、まあ、多少はね、こうやって受けれるかなーっていうのは印象を持ちました。僕3突なのでね、ぶっちゃけね、もう神耐久で即落ちてたので、ね、そこはちょっとね、嬉しいなーって感じながらやってます。で、こう、ドカバキですね。ドカバキはね、もうね、皆さんご存知の通り、下手くそなんで負けますと。はい。で、とりあえず繋げられて、これどうだっけな、そのままライジングかな、そうですね、ライジング来て、ここで紫ベジータは落ちですね。ドヤベジはね、まあね、落ちてくれて別にいいんでね、ここで落ちてもらって、マベジの火力アップと、トランクスもね、そろそろね、ヨダメが大量に乗ってきてね、火力の出る時間になっているので、さあ、果たしてどれくらい出るかというのを見ていただけたらと思います。で、これで、ポコポコ、ドーン。で、ヨダメアップつくと。ということで、とりあえず突っ込んでいって、これね、相手なんか圧きそうだなと思ったから避けたんですけど、来なかったので、ここはもう即圧ですね。で、これも、入ってるので、そのまま殴っていきますが。やばいですよね、この火力。で、一応ね、カバチェン話ね、しておこうかなって思ったんですけど、そこはね、無意味でしたね。普通に避けられるという。で、チェンジするんですけど、ね、ベジブル対トランクス、これもう見慣れた光景ですが、なんかね、久々ね、トランクスがしっかり耐えてくれてるなって印象がありますね。で、相手ここ必殺までかな、そうですね。で、ユニゲがあるんで、これユニゲね、なんとか削りたいなというのを感じながら、ちょっとね、中距離から射撃をとりあえず打って、で、相手特殊来たのはなんとか止めれたんで、もう一回さらに攻めて、で、相手即圧バック打ってきてるんで、そこはもう即避けでね、今度は対応してます。で、ここはそのまま繋げて落ちですね。さすがの火力ですよね。で、ここはもう特殊ぶっぱいですね。で、相手ファイナルカメハメハリも、これ指導早いんで入って、そのままベジブルも落ちですね。強すぎる、強すぎる。いや、ほんとね、マベジ改めて使ってるんですけど、これ、マベジゲーなんですね、ベジ一家って。楽しすぎる。
あ、でも必殺はね、わけがわかりません。うん。わけがわかりませんけど、まあ、とりあえずね、バニシング使わせたんで、そのままね、ライジング入れて、これで勝利ですね。ということで、これがバランス型でした。ある程度耐えれて、やっぱりね、マベジのね、バカ火力と、後半のトランクスの強さと、まあ、安定かなーっていうような編成でした。ということで、対戦ありがとうございました。はい、2戦目です。2戦目は耐久型使っていきますが、お相手はまたね、青紫覚醒で、今度はゴジータ入りですね。なので、ちょっとね、ゴジータに対してね、あのトランクスがちょっとね、きつかったりするんですけど、そこはね、マベジがね、きっとね、あの耐久型とはいえ活躍してくれると信じて戦いをしたいと思います。で、とりあえずここは入ってくれたので、そのまま繋げてきますと。とりあえずね、相手、意外とね、結構見てくる方だな、チェンジしないで見てくる方だなっていう印象をここら辺で受けてるので、結構ね、あのガツガツ、あのガン攻めスタイルでいこうかなと、ここら辺で考えてるところです。で、とりあえず殴って、ここで終了で、で、これまた入ってくれると。一応、接近で、単発でね、場に使わせて交代でもね、誘おうかなと思ったんですけど、そこは失敗しました。で、相手も変身と。一応ね、必殺気をつけないとね、マベジ対マベジはね、危険すぎるんで。で、ここで、相手ね、ちょくちょくね、大キャンとか降ってきてるから、これね、もしかしたらね、特殊入るかななんてね、思ったんですけど、これはね、完全なアホプレイですね。これ絶対やんないでください。うん、なんでやったんだろうって、これ見返しててね。恥ずかしくてね、これお蔵入りしようかなと思ったんですけどね、これダメプレイもね、ちゃんとね出した方がいいと思うので、しっかり出してます。で、単発でとりあえず必殺釣れたの、これはちょっと良かったですね。で、相手ね、交代ムーブも使ってくるなって感じてるので、そこもねちょっと注意しながらやろうかなって考えているところです。ここはとりあえずドンと、で、とりあえず突っ込んできたので、ここはもう確定でマベジで入れると。この動きがね、ほんとね強いんですよね。で、とりあえずここは射域前繋げて、相手のチェンジ回る前にとりあえず落としちゃおうと。マベジがね、なんだかんだね、やっぱ青紫染めとなるとね、一番火力出るところなんで、しっかり落とそうと。同じくね、あの特殊から繋げられたらね、すっごい嫌なんで。ということで、とりあえずこれマベジ落ちですね。ドーン。いいですね。マベジはいつ使っても気持ちいい。ということで、相手の様子見ながら、こっちから詰めますが、しっかり交代分されると。で、こっちからとりあえずね、あのシュンシュン削って、回避もさせようというのを狙っているところです。で、ここで回った、ちょっと重たいんですけど狙いながら、ただ受けちゃうと。これしっかりね、連射するべきでしたね。で、ここの交代も、どうなんだろう。なんかね、ライジング来そうかなっていうのを思って一応ね、こっちに、ね、変えてたんですけど、正直トランスチェンジで絶対良かったななんて思いました。案の定ね、こうなるんでね。ということで、とりあえずね、ここでまたドヤベジ落ちだったっけな、確かそうだったような気がします。そうですね、ドヤベジ落ちですね。毎回ね、しっかりねドヤベジをね、ライジングで落とすという、これで、ね、大事なので、ベジ一家使うときは意識しましょう。ということで、さようなら。で、じゃあタックルからですね。で、変えて、即打撃で、これはもうね、相手ね、あのスーパーゴジータ来てもね、めちゃめちゃ入るんで、ここは必殺切って打っちゃいます。で、相手チェンジしてきますが、この時のね、火力をね、しっかり見てほしいですね。耐久型の火力です。ドゴンと素晴らしいですよね。で、これね、ちょっとね、チェンジはね、渋りました。あのチェンジして変に回避してからもね、あの下手したらね、相手究極あるんで、ワンコンでトランクス落とされたりするのは嫌なので、しっかりね、マベジで受けていきます。一応ね、前のあのアビアかかってませんが、ね、萌えベジのアビアかかってるんで、しっかりね、これぐらいで済みますと。で、ここは即圧入ってくれたんで、さあまあ攻めて、必殺までで、どっち来ても OK ですね。で、相手身勝手捨ててくると。さすがにね、トランクスのね、あの耐久あるとね、落としきれないという判断だったと思います。で、これ避けて、ドゴンは入らず、とりあえずね、さすがにチェンジしようで、チェンジして時止めして、何もやってないので、こっちからね、とりあえずね、必殺じゃない、究極ぶち込めるように先に射撃打っちゃいますと。で、ここでとりあえずね、バフ消し試合はもう勝ちかなと思ってやったんですけど、そのまま入って対戦ありがとうございましたですね。うん、耐久型もね、やっぱね、結構ね、しっかり耐えれるんでね、やっぱ安定した立ち回りできるなーっていうのは、さっきのね、構成よりはいいかなって感じました。はい、ということで、ラストは火力完全特化。今までの形とね、正直あんま変わんないやつでやってきます。で、これね、見てほしいんですけど、置いてね、とりあえず青染めで、また青染めなので、全員青染めっていうのやっていきます。で、とりあえずカバチェン外して、そのまま攻めていくんですけど、これね、
相性不利なんですけど、とんでもなく入るんですよね。この火力。やっぱね、ベジーカね、火力染め一番ね、楽しいかなーって思いながら、僕はプレイしてました。で、ここはまあ安定の特殊から繋げると。ほんと強い。ほんと強い。もうトランクスからのまあベジ最強。で、こうね、単発でも落ちたかなと思ったんですけど、一応ね、そのまま他来てもね、このまま繋げて、緑ベジータでどっちか絶対落とせると思ったんで、ね、あえてアーツからやってます。その方がね、しっかり削れるのでね。で、ここから見ていただきたいんですけど、このままね、バカ野郎はさよならしますと。これね、ベジータでの火力全特化のこの緑ベジータはね、ほんとね、鬼みたいな強さしてるんでね。これもかっこいいですよね。ドゴンと。強すぎる。で、ここはしっかり避けて、これ多分ね、射撃打ったら入ってたんですけど、ね、ちょっとね、打ち漏れましたということで。まあ、ただこれで落ちですね。さよなら。さよなら、ほんと強すぎ。で、一応メイン切っといて、LF 狙いたいな、なんて考えながらちょっとプレイしてたら、入ってくれたんで、終了というね。強すぎる、ほんとね、火力特化ね、改めてベジーカね、合ってる。気持ちいい。気持ちいいしね、やっぱベジーカのフラグメント、火力完全特化のベジーカフラグメントがやっぱりね、生きるかなっていうので、やっぱありですね。ということで、対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか？なんか大体ね、マベジ強すぎ、トランクス硬すぎみたいなね、なんかそういう感じの動画になっちゃったと思うんですけど、この2体をね、やっぱりしっかり活かせるというね、このベジーカ、全然ね、悪いパーティーじゃないと思います。なんかね、やっぱり前回環境になってきてね、どうしてもね、ついていけないなーっていう感じがね、する人もね、多いかなと思うんですけど、全然ね、そんなことない。めちゃめちゃ強い。ということでね、改めてベジーカ使う方、こうね、3つの形があると思うんですけど、僕個人的にはバランス型にするよりも、完全にね、耐久寄せて安定な立ち回り、しっかり相手の動きを見て立ち回れるような、安定立ち回りをできるような耐久型を使うか、もうね、気持ちよくね、火力全特化でね、やっちゃうか、どっちかがいいかなと感じました。そこはね、まあ、その人のプレイスタイルと好みにもよると思うので、ね、試してみていただけたらと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた、次回の動画で。バイバイ。